この度ですね、イブという関東圏特化型のキャンプ場ポータルサイトを作りました。イブはですね、ピーヤのお気に入りのキャンプ場を確認することができたり、各ページにはピーヤが撮影した写真を視覚的にどんな景色なのかなっていう雰囲気を感じ取ることができます。過去訪問した時の動画とか、こんなキャンプ場ですよとか、基本的なチェックインとかチェックアウトとかですね、そういった基本情報もできたり、予約することもできます。あとどの辺にありますよっていうのが地図で見ることもできます。トップページからはいろんなキャンプ場があります。特徴として地図で探せる機能が見やすく作っております。自分の自宅からですね、どの辺のキャンプ場行こうかなっていうところから探すこともできるようになってますので、ぜひキャンプ場を探しにご活用ください。はい、ドンピエです。今日はですね、栃木県那須に来ておりまして、那須オートキャンプグリーンベースというキャンプ場ですね。管理人さんとぐるっと一周、歩きながら、ちょっと喋りながらね、いろいろお話聞きながらぐるっと一周してきたんですけど、結論から申します、めちゃめちゃ高規格ですね。僕200以上ねキャンプ場行ってますけど、トップレベルの高規格キャンプ場でした。僕ねキャンプ場自分で今山梨に作って、去年の11月オープンしてね、まあ、2、3ヶ月経ったって感じで、やりたいこととできること優先順位をつけて、まあ、作ってきたわけなんですけど、ほぼほぼですね僕がやりたかったことがやられているようなキャンプ場になります。キャンプ場作りをしているものの目線として見ちゃったんですけど、超楽しかったですね。ワクワクしました。だいたいね、20サイトぐらいのキャンプ場で、今ねさらに増設、開拓をまだ続けてらっしゃって、1年後にはまた倍ぐらいのサイト数になるだろうという、予定があるという話でした。それでは行きたいと思います。はい、入り口になっております。はい、管理棟はね最後にちょっと別撮りしてご紹介します。まずちょっとぐるっと一周していきたいと思います。ドッグランサイトと、区画サイトが中心のキャンプ場になっております。ぐるっと一周していきます。まずこのね入り口、こちらに、バレルサウナあります。すごくない？このウッドデッキもね、もうこんなね空中にねこうウッドデッキ作るのってね、素人からしたらもうすごいことですよ。4人までって言ってたかな。で、こっからの眺めもね、池が見れて。で、その池ではね、ちょっとカナダカヌーに乗れる体験だったり、釣り堀できたりとかっていう体験ができます。こう水の音がね、聞こえるかな。このチョロチョロっていう水の音があるんですけど、これを聞きながら外気浴ができるっていうのはね、整うんじゃないかなと思います。こんな感じですね。はい。で、あそこ水上デッキサイトという。水上デッキか。ちょっと行ってみますか。はい。このね、石もすごいね、ちっちゃい小砂利敷いてあって、このところどここ土留めにもなってね、この道の脇になってるこの石の使い方もね、またね、たまんないよね。こういうのね、で芝があってさ、木があってさ、めっちゃいいよね。このゴロゴロとした石もね、掘ってこう出てきた石をまあ、活用してるっていうことでした。すごい大変だよ、これ。この広さの差でデッキサイト作るの。すごい。朝コーヒー飲んだり、できるんじゃない？いいっすね。で、こっち側、川が流れてまして、川沿いにもね、サイトがあるんで、後ほどご紹介したいと思います。去年の、2023年の6月にオープンされて、まだ1年経ってないキャンプ場なんですけど、オーナーさんが建築やられてる方で、本業が建築ということなんで、かなり、すごいです。技が、いろんなところに技がね、プロの仕事ですよね。3番サイトね。一番人気はこの2番サイトのドッグランサイト。ドゥンってね、こう開けて入れるようになってます。で、車をこう乗り入れてきて、大型犬の方とかはね、ここで広々とこう使ってもらうと、ここ一番人気みたいです。180平米ぐらいやつかな。で、あそこに電源もあるからね、電源も使うことができます。はい。こちらが一番サイトですね。ここも広いね、10メートル、100平米ぐらいはあるね。100平米からもうちょっとあるかもしれない。生えてたね、木とかもうまく活用して、すごい、とても素敵です。はい。はい、1、2、3番サイトね。まず前半サイト系を紹介していきたいと思います。施設系、トイレとかね、
炊事場とかそういうのは、最後の方にねご紹介していければなと思います。これ今ね作ってるみたいのバレルサウナです。まだできてないな感じだ。バレルサウナ川沿い、もともとリバーサイドだったところを今こういうふうに、改造中ということでした。はい、近い将来できると思うんでね、ぜひ完成したらねチェックしてみてください。鳥の鳴き声がねまたいいですね。18番サイト、車乗り入れできないサイトですね、この辺は。リバーサイドはなので、空いてるときはここにね車止めちゃってもいいよっていう話でした。基本的にはね、場外にあるね駐車場の方に止めてもらうという感じです。これもねソーラーでねいちいちこう光るのよ夜で、こうやってねナンバリングが綺麗にね見えるようになってて、こんなのもあんだね。こういうソーラーで線香花火みたいなのがこう綺麗になると、こういうね小技もねちょっと勉強になりました。はい、19番、はい、ここから歩いてね下に降りれるようになってます。これ広さはそんなに広くね、8メートル6メートルとかそのぐらいかなと見た感じだと。まあちっちゃい、ここはもっとちっちゃいかもね、3メートルの4メートルとか5メートルとかそんな感じかも。はい、この辺20、21って感じね。で年に、雪がね 3,4 回降るっていうことでした。その時に積もって、でもすぐね暖かくなってあんまり積雪するってことはない、なんかないみたいですね。道中も全然雪なかったです。22番ね、こんな感じです。はい、であそこにちょっとお客さんいるんでね、あそこはちょっと捨てないですけど、ぐるっと一周回ってきます。さらにここが4番サイト、基本的に100平米取ってるってことだったんで、四角形だったり四角形じゃなかったりするんで、意外とここ狭いなって思うとことかもあるかもしれないですけど、基本的には100平米で、一番最初に紹介した大きい2番サイトは、だけでかい11番ですね。で10番で、電源はね10アンペアのとこと20アンペアのとこがあるっていうことでした。9番、ここが5番ですね。最初紹介した2番、サイ2番ね、これ2番、はい、でそこが8番ですね。はい、近くに来る途中にサファリパークもありましたね。観光できるようなところがいっぱいあって、観光して来てもいいですし、一回ここで設営してから観光しに行くっていう、いろんな楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。でペニーレインっていうパン屋さん、有名なパン屋さんがここからね歩いて100メートルぐらいのところにあるみたいで、僕もテレビでねペニーレインってすごい気になってて何度も見たことあるんですけど、すごい超でバズってるお店です。ぜひね、朝食もやっててワンちゃんも連れて行けるってことなんで、朝そちらに行って朝食を食べに行かれる方も、多いみたいですよ。8時からやってるからかな。はい、で14番ね。でこっちの、道からあっちのシャワー棟の方行けるんで、ちょっとシャワー棟の施設の方を次ね紹介していきたいと思います。このね 木も全部ねこれ塗装して、このね防腐剤塗ってっていう、この木全部で 何枚だと思いましょう。2000枚ぐらいあるって、それを全部ね手作業でこう塗るっていう、2回塗ったりするからね、尋常じゃない大変でしたっていう話でした。その大変さはね身に染みてわかるんでね、僕もあの壁板とかをねもう何千枚じゃないけど何百枚とかだけどヤスリかけてね塗るっていう作業してたからね、大変さ大変ですねっつってね、ちょっと盛り上がっておりましたけど、はい、開いてるかな、開いてないね。はい、まず管理棟の炊事場、お湯も出ますね、お湯も出て1、2、3、4、5、6台あって、
自販機もあります。でこれはね、見えてるのが ABCDEFG っていうのがユニットバスルームになってまして、お風呂がなんとお風呂がね、一つずつついてます。入れます。後ほどご紹介します。はい、でトイレ行ってみたいと思います。こんな感じでとても清潔感があふれて綺麗になっております。女性用トイレも、今ねいらっしゃらないんでね、入っていきたいと思います。これ土足 OK ですね。はい、許可いただいております。とても綺麗です。ドライヤーもここにありますね。はい、土足で入って OK ということで、すべてトイレ3台ありますね。とても全部綺麗になっております。暖房器具とドライヤーもありますね。ちょっと今開けてもらいましたんでね。こんな感じでトイレとユニットバスがついてまして、もうチェックインするときに予約すれば24時間チェックアウトするまで入りたい放題ということで、大体もう設営終わって汗だくになって入る方、そして夜また入る方、そしてチェックアウトの時にまた入る方、多くて3回ぐらい入られる方もいらっしゃるってことなんで、お酒飲む方はね、途中でねどっか行って入りに行くってことができないんで、入りたい放題はね本当にいいですよね。管理棟の中になっております。こんな感じで、このねビールサーバーあるじゃないですか、これがここでもちろん飲むこともできるんですけど、でビール3リットルとハイボールが入るようになってて、で下にねガスとかもついてるんですけど、これをなんと自分のサイトに持って行って飲むこともできると、実はそういうサービスもあるようで、これ意外と全然知られてない方多いみたいなんですけど、めちゃめちゃいいですよね。夏とか暑い日にね、設営終わってプシャーっとこう電源あるサイトだったらね、こういうことが設置して、キンキンに冷えたビールを飲めると、ジョッキで飲めると、なかなかこんなことできるキャンプ場はね、あんまりここ以外見たことはないです。初めてです。ぜひ、やってみてください。最高だと思います。いろいろここに書いてるんですけど、ここのテーブルを利用したりとか、あのドリンクをね、さっき言ってたあのサーバーレンタル付きってやつを借りれたりとかっていうのがいろいろここで書いております。でここのテーブル利用したり、ここのねバーベキューコンロを利用したりね、できるようになってます。特に雨のシーンとか、ちょっと風が強いシーンとか、なかなか外で思うようなキャンプができないっていう時に利用される方も多いようです。はい、で冬はねここに大きいストーブもあるから温まると思います。はい、ここが、中のねロビーっていうか、はい、なってまして、自由に出入りして使っていいというスペースになっているようです。よくあの受験勉強でここで勉強したりするね学生の方とかもいらっしゃるみたいですね。でこれドリンクも販売してます。はい、こんな感じで、こんな感じでね販売されてますんで、はい、であのストーブもすごいねかっこいい、ここにいるだけで癒されますね。はい、でエアコンもついてるんで、冬でもね暖かくなってるんじゃないかなと思います。で上部屋がね見えると思うんですけど、あれが、コワーキングスペースになってます。コワーキングスペース、実際にこのパソコンで仕事したりとかっていうスペース、個室になってまして、そういった、サービスもあるという話です。はい、この辺は販売物とかが売ってたりとかしますね。はい、ガスとか、チャッカーマンとか油とか砂糖のご飯とか、基本的になんか買い忘れちゃったものとか必要なものっていうのがこの辺で揃うようになってんじゃないかなと思います。コワーキングスペースエリアです。エアコンもついてんだ、いいね、ここで仕事できる。土砂降りとか予期せぬ自然のあれとかある時とか、こういった避難場所というかものがあるとねいいですね。